で、流山事件は、江戸時代末期、大政奉還後の慶応3年11月29日、下屋国で流山万願寺にて、尊能、倒幕を唱える死士の一団が拒兵し、その周辺で、幕府軍と戦闘を繰り広げた事件。この事件には確定した名称がなく、書籍に取り上げられるたびに、それぞれの筆者によって便宜的に命名されている。慶応3年10月14日、 江戸幕府十五代将軍、徳川吉信は朝廷に大政奉還を上奏した。あくまで武力倒幕を主張していた薩摩藩の最後、高森はこれを受け、幕府側を挑発して、海戦に導くより他はないと考えて、井ムタ昌平、増光久之キュウノ創造らを江戸三田の薩摩藩邸に派遣し、浪人を集め始めた。その結果数百人の浪人が集まったので、 その中から数人を選抜し、津島半寮で流れ山で挙兵すべく下谷国と賃議長に出立させた。主要なメンバーには、竹内慶、西山久吉、奥田本、相沢本助、大悟慎太郎、足立高太郎、高橋渡る、赤尾秀幸がいた。で流れ山での挙兵と同時に、下野家猛上野赤木さん、日立土浦などでも、 巨兵の計画があったが、これらは、ばクりの目を忍ぶことができず頓んざし、それらのメンバーがで、流山に合流したという。栃木町には11月25日付で、先ぶれが届き、竹内と藍沢の名で、薩摩藩夫人の安産願いのためで、流山先住院にモデルとされていた。万願寺山と慶応3年11月27日、一行は栃木塾に到着し、 脇本寺を歌やげ兵方に宿泊した。この際、で流れ山の鍋山村名主岩本半兵衛に使いを出して、宿の支度を頼み、岩本は、大塚武け門方に準備をさせた。岩本や大塚は挙兵の計画など知らないまま、よ立てている。翌28日、一行は鍋山村へ移動するとともに、相沢高橋、赤尾、 はじめ一部の老子は同志を求めて、遊説に赴いた。11月29日朝、岩本、大津から先導の上でで、流れ山へ向かい、万願寺本堂の前で、倒幕軍であるという正体を表した。まず、司祭の指揮を取り行い、次に刑を廃し、竹内が正門を読み上げた後、倒幕の予告を発した。予告は、挙兵にあたり、 司法の同志へ送った劇文と同じもので、起草者は、藍沢であるとされており、本堂前での朗読者は不明だが、長谷川2015は、奥田元かもしれないとしている。誘刻を取れ天あ地じあり国、あり手主、泣き花くいずれの国軍有部落、あるも超あらざる話。我が国の女気波上聖典氏ありか氏有あり手つとむ、国事二郎氏、勤農の死、広告に忠義を、 ケツサントスといえども幕府の失勢、長命を捧ぐぜず、その職いよいよケツ、区、我がと説議をかみり、国家の死を急合し、進むして幕府を倒産がために、急合軍を、騎して小二連下に改戦とす、諸したるる持ち。徳川八百万を領し、旗本八万機を、東部諸行を剥ぐ、蚊にして巡逆を、悟らず、これに服従、するもに、農区官軍二将。 つべけんや、我がが軍防発警挙にひず、司法のギーやから、救合法体にひざるなし。あえてしかも手書しに告げぐ。人に上下の分あり、君臣の別、ありといえども、改ぜ広告の民に、して、工事に一心を細工博多よりいやふべきにあらず、書しの義挙すなわち朝廷にことふるなり、また我が輩進化の職なり、努力せよ。書しに告げぐ。 相沢元助国貞忠ケ・の実施で、万願寺での修行の後、かすオムラ・上楽寺十字となっていた。そう、戦場は、万願寺でこの光景を目の当たりにし、挙兵に参加した。この時連続して、大谷・大阪カベ・クぐと名乗った。12月1日、遊勢のために散っていた、相沢らが鍋山に戻り、付近の百姓も加わって、参加者は150名ほどになった。 比前佐賀出身、鍋島藩老人で、長野に異業を開いていた、常田与一郎をはじめ、地方の学者や学問好きの青年が多く、身を投じた。老士たちは、鍋山村を拠点として、軍資金の徴収を始めたが、振るわなかった。栃木塾ではこれより3年前の源氏元年、水戸天狗島の田中砂尾像の焼き討ちを受けて、町の大半を消失していたので、 付近の住民たちはその二の舞を恐れていた節がある。そのため、老子らは住民たちにより、デリュー天狗と呼ばれていた。老子たちの服装は、不自然としており、デリュー村の名主が、幕府軍の将に語った話が次のように、伝えられている。老子の総人数はおよそ百五六十名もあらんか。これらの人々は皆な武具に身を固め、大小領島を帯ばさみ、各自、槍、 なぎなたのたぐいを所持し降りて、初藩の五人数と少しも異ならず、百姓一騎や、ソローニン等の集合などと、応募示ししては、大間違いなり、勤めご油断あるからず12月5日夜には、阿波野村大壮大な主、横勝江門邸の門前に、大谷ら7名の挙兵参加者が現れ、お取り締まり渋谷様5階層を名乗って開門させ、金品や武器を強奪したという記録が残る。 なお当時の風文では、おおい、江戸表から400、500名ほど来て加わるなどと、ささやかれていた。土地二丁における、行動、戦闘の経過については、様々な記録が錯綜して、定説を見ない点も多い。以下、長谷川2015によって記述し、他の資料は必要に応じて注する。竹内らは、軍議の結果、 栃木町を管轄する足利藩栃木陣屋に数名の老子を派遣し、軍資金の要求をすることにした。一行の中から選抜された高橋渡る、高田邦二郎、斎藤大蔵、吉沢富造、山本かなえの5名が、鍋山村から栃木陣屋に向かった。また、道案内として大谷国次が加わったともされる。以上の5名、内市6名は、 栃木陣屋を訪ねて、軍資金を要求した。日賀の1974によれば、要求額は1000両であり、陣屋では500両に免じることを求め、そのうち100両を明朝渡すと回答して400両を、直ちに差し出したという。一方、栗原1943によると、陣屋は1500両の調達を約束し、そのうち500両を即座に支払ったとされている。 高橋らは了承して、前述の脇本陣を田屋に宿泊した。翌日以降、陣屋を預かる、軍部行前や氏をはじめとする豪氏は対策を練り、資金要求を交わしながら、高橋らを接待する一方、関東取締り出役及び、吹上げ有ありまけにこの事態を通報した。岩花陣屋詰めの関東取締り、出役、木村義蔵は、12月9日。 農兵隊を率いて、鎮圧のために出動した。同室役渋谷和志郎は、熊谷へ出張中だったが、休校して木村と合流した。高崎藩は、同9日付の会場で、市中の老人、子供、女性を寺院へ避難させる、よう指令するとともに、藩境の警備を強化した。翌12月10日、幕府は、足利藩、縦林藩、三部藩の三藩に、 続と取締りを、宇都宮藩には、猛火大官所の警備を命じた。この鎮圧のために兵を出した藩の数は、総計61に上るとも言われる。栗原1943によれば、足利藩兵は、佐野、宇都宮藩兵は、諸宿、小賀藩兵は、藤岡町、吹上藩兵は、皆川口、三部藩兵は、栃木町、立林藩兵は、 渡らせ川旅船場、伊勢崎藩平は霊平市街道その他、前橋藩平は、利根川旅船場及び、中仙道閣、宿、川越藩平は、利根川旅船場その他、大街道、結城藩平は、絹川筋、下館藩平は、絹川、小山宿、欧州街道、関宿藩平は、栗橋と仙城、六浦半は、港川人屋、彦根判定は、堀米人屋、 足利半兵は、栃木陣屋をそれぞれ固めたという。また、道東か、遊国、鉄砲隊750名をはじめとする農兵隊1000名余りが、佐野天明塾に到着した。取締り出役からは、渋谷と木村の他に、宮内祥平、もち善一郎、馬場俊三、渡辺慎次郎らが出動して、大の指揮を取った。渋谷は兼ねて、 より村々から挑発した漁師たちを主体とする鉄砲隊を組織し、長連をさせていたが、農兵隊はそれに加え、渋谷が手名付けていて忠義心の深い幕都なども含んで構成されていた。近傍各村にも情報は広められ、沼和田、片柳、園部の各地で自衛的に警備が固められた。念仏教の戦い、雪京十二月十一日、鍋山村の本部では、 栃木塾へ資金要求に行った5名を心配し、応援を派遣することになった。西山久義、田中光次郎、荒川聖の城、河野立花蔵渡辺雄次郎、大竹一太郎、富永仁太郎、大谷国次の8名がそれに選ばれ、鍋山を出発した。ただしこの際の面々については、西山久義と従者1名の2名ともされ、この場合山本は、 おしだやにいなかったことになる。栃木陣屋ではそれを把握すると、砂を増加時の教訓を活かし、前夜率いる陣屋の要因と、町民兵、渋谷と木村が率いる、農兵隊や、吹上藩からの応援部隊を動員して、公船と防火の準備を進めた。町の東西南北にある四つの木戸口を閉め、特に西側の木戸口では竹洗いを組むなどして、守りを固めた。暮れ方、 西山をはじめとする応援部隊は、西の木戸口にたどり着いて、開門を申し込んだ。木戸番の石川急増によって門は直ちに開かれたが、西山ら4名が入ったところで門が閉められ、二分された部隊を町民兵たちが迎撃した。西山は槍を振るい、血を浴びながら奮戦したものの、やがて力尽き、馬から引きずり下ろされて、とどめを刺された。8名のうち、 西山と荒川、富永は内地にし、大谷は生き残って本部に帰還。その他は、生死不明となった。西山と山本の二名のみとする記述では、いずれも両名が内地にしたとされている。幕府軍の兵は、西山の死球を掲げ、群衆に示したという。この戦いの際、城内村の名主の子であった、大沢亀之助は、陣屋川の死に加わって、西山に切りかかっていったが、 叶わず、渦間側に落ちた。そこから這い上がろうとしたものの、暗がりの中だったため、町の人々は、大沢のことをデリュー天狗だと勘違いし、殺害してしまったという。そのままさらし首になるまで気づかれなかったという記録も、ある。押田屋の戦い応援部隊を駆逐した町民兵と、幕府軍は、押田屋に宿泊中の5名も同時に討伐した。 5名は、銃声と時の声を聞きつけて、押田屋を飛び出したところ、往来で襲撃を受けた。主人を失って念仏教から走ってきた馬があった。ため、高橋はそれにまたがって、逃亡。念仏教の軌戸が開いていたため脱出に成功した。山本も姿をくらあまして、鍋山村に帰還したが、他の3名は戦死したとされる。 以上二つの戦いがあったが、これらの戦いは、押シダやの戦い、念仏教の戦いの順で行われたとする記録もあり、栗原1943やヒ賀の1974などはそれをとっている。これらによれば、押シダや襲撃の秘宝をなじるために、町へ乗り込んだ西山らが、念仏教において戦死したとされる。栃木市室町の渦間公園の中にある、西山の墓。 西山らの遺体は、兵馬の捨て場に放置され、その後墓碑が建てられた。栃木町に残された遺体は9体となり、何人が逃亡したか不明のため宿中が捜索された。またその日は夜を徹して、敵の襲撃や放火を警戒し、付近の村々も同様にしたが、何も起こらなかった。どうや、渋谷は、手勢34名を率いて、阿蘇軍、小中村名主、 石井軍作り帝に入り、次なる戦の準備を行ったという。小野寺城跡栃木町での出来事を知った、鍋山村の本部では、軍議の結果、唐沢山城跡から小野寺村にかけての産地に移動して引きこもることにした。小野寺にはかつて、小野寺城があって、溶害の地であると判断したためであり、また太平山や岩西山を市場として連行させる狙いがあった。 そこで、川田太郎を隊長とする玉砕部隊十四名を、決死隊としてで、流れ山へ向かわせ、本隊は、くずへ進んだ。一方、渋谷率いる幕府や、諸藩の軍では、老死隊との白兵戦を避けるよう全軍に指示し、鉄砲の使用が寛容である旨を伝えた。また患者を放って、老死たちの動きを把握していて、拒兵参加者たちに、薩摩なまりがなく、もっぱら。 関東人であることも判明した。ついで老子隊の人足として紛れていた艦長の報告により、行き先の検討がおおよそついたので、隊をいくつかに分け、12月12日に以下の作戦を実行した。岩泉山竹内ら老子は、小野寺にたどり着いたものの、糧職が手に入らない上に、木村の軍勢の追跡を受けていることを知ったので、下山して、新里村にいたり、 炊き出しを受けることにした。翌12月13日の明け方に、新里村にたどり着き、地元民から炊き出しを受けた。この時労死隊は、複数の石膏を出したが、うち3名が、幕府軍に捕らえられている。渋谷は、館長の報告でそれを把握し、労死隊の目的地は、岩泉山であることは承知していたので、岩泉山の麓で、労死隊を殲滅すべく計画を立てていた。 木村、区内隊も村の明かりを見て、これを知り、村を西と南北から包囲した上で、朝食をとっている老子たちを銃撃した。老子たちは最初西から村を出ようとして果たせず、東の万世山に向かって逃げたが、銃火器を持たない老子たちには、白兵船のほか戦法がなく、遠巻きに射撃を繰り返す爆軍に話すべもなかった。そのため、 仕方なく下山して戦いを挑もうとしたが、西から渋谷率いる本体が現れ、またもや銃撃された。これによって、老子たちは死産し、岩泉山の山中家は静の方面に逃げて、多くは戦死か捕獲の道をたどった。この時、老子隊副将の相沢は、渋谷の本陣を襲い、討ち死にしている。常田与一郎も兄座と八幡田山で戦死した。 また戦いの終盤には、長州出身の井上重郎が、幕府軍の兵に紛れて、渋谷に肉薄したが、殺害には失敗し、その場は逃げ寄せたものの、後に捕獲、処刑された。長谷川2015に基づき、挙兵参加者のうち、使命の伝わっている戦死者を戦死した場所ごとに記す。年齢は数えどし、負傷のものは、無記載。落合直明の弟子。 林光勢は、大田原にて、行方不明となった。捕獲された老子は、佐野の極にに繋がれた後、戦勝の深い2名と、その他1名が処刑を免れたのを除き、12月15日と12月18日の2回に、分けて佐野川原で斬首された。名前の伝わっている受刑者48名は、以下の通り。年齢は数えるし、負傷のものは、無記載。 赤尾秀幸と醍醐慎太郎は、戦闘後すぐに、吉水村川原神殿で残殺された。荒川東吉は牧利を論難したため他の受刑者よりも二日、早く処刑された。高見子の伊之助はただ一人岩花神屋で処刑された。千葉大学松戸キャンパス旧正門前にある、竹内の墓。竹内京は戦場を脱出し、江戸に向かったが、下宇佐中田塾にて、 木村義蔵配下の者に捕獲され、護送の途中、12月24日に松戸で処刑された。江戸三田の薩摩藩邸に生還した者のうち、主だった人物。その後についても記す。鎮圧軍に出た犠牲については詳細不明である。前述の通り念仏教で大沢亀之助が死亡したほか、下記の小野寺村における戦死者以外は記録がない。 以下は小野寺村の住民で、関東取り締り出役に動員されて戦死した。遺族には、渋谷和志郎から、金25両が支給された。奥木の山中陣野跡で流れ山とは別に、甲府城攻略と奥木の山中陣野襲撃を機として、薩摩藩定を立った2体があり、それぞれ上田修理、小井淵志郎が隊長となって、行動を開始した。 大木の山中藩主大久保協議は、甲府金番のため留守であり、その本藩である小田原藩の藩主、大久保忠則は当時甲府城代を務めていて、しかも大阪に出張中であったため、その隙を狙った策であった。上田隊は12月15日に藩邸を出発し、その夜、八王子塾の議論、千代重、坪伊勢で就寝中、官長、原宗志郎の密告によって、 八王子千人同人及び農兵隊の襲撃を受け、数名が戦死、計画は頓挫した。上田は判定に帰還している。恋物隊は、同夜、小木の山中陣屋を訪れ、長州藩士、雲の武助を名乗って、軍資金を要求したが、断藩決裂と見るや陣屋の人員を殺傷し、火を放って消失せしめた。ついで付近の豪農から資金を調達し、小田原城を、 目指したが、小田原藩はその知らせを受けて、兵を出したため、佐古川まで来てから引き返し、速やかに藩邸まで退却した。こちらは、死者1名、負傷者2名と金賞であった。相良創造は、天狗党の乱の際に、金行きやすらと図り、挙兵に、新田義貞の末裔である、新田と沈みをいただくことで人心を掌握しようとしていたが、 軍勢が筑波山から降りるとともに計画が流れた。で流れ山での挙兵にあたって相良は、その実現を再び家内に託したが、やはり敗戦によって、失敗に終わった。このことを把握した渋谷阿四郎は、家内ほか、計5名を捕獲し、岩花陣屋で春烈な取り調べを行った。で流れ山事件における功績によって、渋谷と宮内祥平は支配環状に、 木村義蔵は、不信薬画に新規飯し会となった。一方、薩摩判定の佐原らはこれら挙兵の結果と家内の逮捕を受け、12月23日夜、江戸神田川岸にある渋谷と、木村、餅月らの屋敷に、峰を忠道らを向かわせて、その家族を応殺した。その知らせを受けた木村は、護送中の竹内を松戸で処刑した。ただし、実際には、 木村邸は襲撃を受けておらず、渋谷邸の被害も下男一人の死亡のみとされる。判定の者たちは、出流山、八王子、小木の山中に引き続き、江戸市中でも騒乱を拡大させていく。これらの挑発に対し将内犯ほか諸犯によって、江戸薩摩判定の焼き討ち事件が実行され、旧幕府による盗撮の姿勢が鮮明になり、事態は、 母親戦争の開戦へ進んでいった。一方、当事件における戦闘によって渋谷は自身がかねてより主張、育成してきた農兵渋滞に対する自信を深めたとされるが、翌慶応4年に1月に決定した西洋式の銃による新たな渋滞の設立は岩花陣や周辺の農民から激しい反対、運動を受け、挫折した。新政府軍の下校を前にして、 陣屋の崩壊は決定的となり、3月に官軍の接収を迎え、渋谷は岩花を去って小気咲き隊に投じた。同時に、金井らも釈放され、母親戦争に参戦する。明治17年、事件のあった栃木町を西山久吉の老婦西山春成が訪れ、久吉の最後について、石川久造から話を聞いた。これをきっかけに、 丸山梅夫によって、栃木近郊の西木山に久吉の慰霊碑が建てられた。長谷川信が三つの行動について、全部、効果は、とにかくあったものの失敗であったと評したのに対し、栗原彦三郎は、この鎮圧に61もの藩が動いたことを述べ、賭博伏見におて幕軍が官軍と先端を開いた、時にも、これと関東における左幕所藩はその地方の、 安全をおもんぱかってにわかに兵を状況せしめ、えなかったと指摘し、この出流れ山における挙兵が諸藩を、牽制する役割を果たしたことを認めている。立林藩主として、鎮圧のために現地に赴いた、藤野金正は、老子たちについて、次のように記している。老子ともは千年相当戦に重きを受けて、鉄砲の利益を使用せざりしが、敗戦の大原因なりとす。 もし老人側に三十丁の鉄砲を有しおらば、その勝敗たちまち点灯戦、老子の多くはやり刀の一流に鍛錬せる人々に、して、その気概のごとき、大費に単勝に、値比する、ものあり。ありがとうございます。